ダメだという思いにとらわれたベイブの頭には、短い人生の中の出来事が走馬灯のように浮かびました。恐怖と疲れが諦めへと変わった時、ベイブは敵の方へ向き直りました。最後に聞きたかったのです。どうして？外に出るとろくなことが起こらん。だろう、アラン。そう、ナイジェル。入ろう。見るんじゃない。Yeah.